おはようございます。テクニカルアナイストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は4月の12日の火曜日です。お題はこちら。危険な動き、先行指数が節目割れ、どうなるということで話をさせてください。気にしていたあの先行指数、ラッセル2000なんですけども、ちょっと節目割れてしまったんですね。これって何かの助長なのか何なのか、ちょっと確認していきたいというふうに思っております。最後、石橋の一目均衡表プラスも RSI を使いましてテクニカル分析を行っていきます。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況 今日取り上げた上でのチャート分析7時目標で更新をしていきます必ず毎日更新しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速に8日の終値から確認していきましょう3指数揃って下落となりました日経平均株価0.61%トピックス0.38%マザーズがとにかく大きく4.01%の下落ということになっております日経金は値上がり銘柄数の方が多いもののソフトバンクグループ え、ファーストリテイリング。M3 といったグロースカバーはこちらに位置しているということですね。コロナの新規感染者数確認しておきます。おとと4万9100人に対しまして、昨日が3万3205人。まあ、減ってるように見えますが、これ月曜日で少なめ。そして先週の月曜日に比べると増えていますので、ここは注意が必要かなと思います。アメリカ見ておきましょう。3指数揃って下落です。ニューヨークダウ1.19%、ナスタック2.18%、S&P5001.69%、ナスタック中心に下げていることがよくわかるかと思います。ヒートマップ見ていただいても、 マイクロソフトやアップル、ちょっと気になりますよね。ナスタック100のヒートマップ見えると、あららばっかかという感じでございます。エネビディアなんて5%以上下げているということでございます。為替コモディティ見ておくと、日経先物も,も若干のマイナスになりそうということです。為替ドル円が125円台に乗せてきております。一方、原油はですね少し落ち着いて3、3%以上の下落ということになってます。ただ、ビックス指数が再び23.99、かなり高水準に上がってまいりました。2年金利は上がってないんですが、長期金利が上がっているような印象ですかね。 高く下がってますしソックス指数また2%以上下がっているということでやはり懸念点は増しているなとそして今朝に関しましては暗号資産もかなり大きく下げていますので少し展開ムード悪いなという印象でございますでは見ていきましょう気にしていたあの先行指数が不占め割れ危険な動きになるのかということで確認をしていきたいと思うんですがまずは昨日の日経新聞を読んでおきたいと思います まず長期金利が上昇してハイテク部の売りが優勢だったということ。あとは新型コロナウイルスで中国の景気減速が警戒した売りが出たということが書いてありますね。で、長期金利が一時2.79%まで上がってきたということで、2019年1月以来の水準に上昇する場面があったということです。まあこれはやっぱりインフレ抑制のために FRB が金融引き締めをね、早める。これはもう見方としては変わらないんですけども、これがもうずっと更新し続けている懸念が増しているっていうところになっています。まあ、それによって こうやって昨日起こったことといえば、ラッセル2000。えー、こちらが一目均衡表でずっと見ていたんですけども、雲を割れてしまった。これはちょっとまずいなぁなんていう風に感じた次第です。で、ナスタックが中心に下がっているわけですが、ナスタックも本当にギリギリでした。基準線をまず割れてしまったのは一つネガティブな点なんですけども、一目均衡表の雲はなんとかギリギリで保ったという印象でしょうか。えー、今日以降割れないかぜひご注目いただきたいなと思いますで。もしもこれ割れてしまった場合、ラッセル2000は割れていますので、今後 この雲が抵抗してしまうってことですよねこれはやはり懸念点として言えると思いますきっかけはやはり金利の上昇があると思いますこの水準で見ると2.772ですけどもさっきの新聞で見ると2.79ぐらいまで上がってきたということですね加えて中国景気が言い明されこれは本校半戦指数ですけども3.76%下落してますしソックス指数もねかなり大きく下げてました2%以上下げて前回安値こちらなんですけども本当にもう前回安値に迫る安値割れてしまうともうどこまで いいいいいくか分からないとというそういうそ懸念点に今来てるで、この金利の上昇がいつ止まるかっていうのはもう誰にも分からないんですけども、まあ、前回の高いところでいくと2018年ですねこれは前回の金融引き締めの最終局面に当たるところですが3.25%まで上がった経歴がありますで完全にチャート上で見たらここもう意識されちゃっているんだろうなここつけないと満足しなそうなそんなチャートに見えるなというふうには感じますでちょっと変化が あの、怒ってきたなと思っているのは、この超短金利差なんですね。これはアメリカのイールドカーブを指しております。短期の金利の利回りと長期の金利の利回りの、まあ、バランスを表しているのがこのイールドカーブだと思って見ていただきたいんですけどもで、現在はこんな感じでね、かなりイールドカーブがフラット化している。で、一時期逆イールドという言葉が、まあ、すごく言われましたけども、逆イールドの基準とよく言われるのは2年金利なんですね。で、短期金利の目安として動いていて、 2年金利が10年金利を一時上回ったということで逆イールドが発生したこれは景気後大のシグナルじゃないかというふうに言われてるんですけども今実は2年金利はそんなに上がっていない先ほど見ていただいた時も2年金利は下がっていて長期金利は上がってるという状況でしたよねでそれらをですね改めて3月ぐらいからこうやってグラフに並べてみましたということですねこれを見ると明らかにわかると思うんですけどもこのオレンジの線が2年金利なんですねで2年金利が4月の半ばぐらいからですねこう高値をこう 更新しなくなったんですよ一方で5年7年10年、ね、緑黄色青 というのはもう更新し続けているんですね。で特に上昇が強いなと感じるのは5年と7年がなんかぐぐーっとここに来て上がってきているという感じです。なんかイメージ短期金利が強かったんだけどもそれよりも中期金利の方が強くてで長期金利の勢いももちろんあるんだけども中期金利の勢いがなんか強いみたいななんかそんな感じなのかなというふうに思います。まあ、これいろんな見方ができるのかなというふうには思うんですけどもこのインフレの続き具合引き締めの続き具合っていうのが2年では収まらず少し中期的に入ってきている。 じゃないかなぁなんていうふうには僕の中では感じたんですねどうなっていくのかまだわかりませんけどもこの辺ちょっと注目をしていきたいなというふうに思っておりますで中期的にインフレが続く引き締め環境が続くとなると当然ですがまあ、先ほどのこの3.25じゃないですけどもさらに金利が上がっていく可能性が高いよなぁなんていうふうに感じるんですよねただ日本の姿勢としましてはこの間差し値オペをずっとやってまして0.25%以上にはならないようにこう調整がされていたんですよねそれが3月末ぐらいだったんですよね時々 2.6、2、0.267まで上がりましたけども、も、ま、指、あ、し値オペでなんとかギリギリ0.25%ぐらいは保たれているという状況です、もしもですよ長期金利が3.25%に近づくような動きがどんどん,どん,どん加速していったら当然、日本の金利も、ね、上昇圧力はかかると思うんですね。まあ、それでも日本は サシネオペを続けることができるのか、サシネオペを続ける意思はあるのか、続けた場合どうなるのかってことですね。で、長期金利がずっと低い水準が維持され、アメリカの長期金利は上がっていった場合、日米の金利差が生じるわけですから、ドル円はさらに上昇していく可能性があります。こちら2015年の高値125.86という値をつけているんですが、これがいわゆる黒田ラインと言いまして、急、ま、速、あ、な円安ドル高はちょっと警戒すべきだ、みたいな口先介入をした後にぐんと下がっていったことがあるんですね。で、まあ一度懸念された水準 順で、すからでそこにもう迫るような水準まで昨日はだいぶ迫っていたんですね。昨日は125.772を一時つけた、えー、というドル円ですけども、これを超えてくる可能性もあるかなと。で、黒田さんが警戒と言っていたところですからね、やっぱりちょっと悪い円安というのも懸念せざるを得ないのかなというふうに感じております。そして昨日のマザーズもですね、残念ながらダブルボトムを割ってしまったと。アメリカのラステル2000も小型株指数、先行指数と呼ばれますが、まあ、それが、えー、雲を割れてしまったのと同時に、えー、日本のマザーズ ずーっと下がってきてね、ようやくダブルボトムで底打ちしたかみたいな風に見られましたが、残念ながらダブルボトムを否定するような動きになってしまったということで、ちょっと先行き、株式市場、日米ともに暗くなってしまったっていうところだけは、ぜひ抑えておいていただきたいかなと思います。今後、安値を割れてくるようなことがなければ、もちろん、下落トレンドに入ると決めつけるのはまだ早いんですが、懸念は高めておきたいと思っております。 では2の動画のまとめです。先行指数と言われる小型株指数が雲割れ、ナスタックも雲加減ギリギリということです。きっかけは金利上昇プラス中国懸念と、長期金利2018年の3.25%を目指しそうなチャートに見えます。で、5年7年が2年よりもなんか上がってきてるねっていうことで、まあ短期的なインフレというよりは、それがより中期的に変わってきてるんじゃないかということです。でもしも日本の差し値オペが続くんであれば、ドル円126円台とか、そういう水準も上がってくる。もしか したたらこうういいっっののはは金利高円安っていうのは小型株がマイナスでありで小型株っていうのは先行指数なので日本株とか米株の主要指数なんかにもマイナスが影響してくるんではないかという話でございますでは今後の指数の売買戦略冷やしの一目均衡表プラス RSI を使って見ていきましょうはいまずは日経平均株価です雲の真ん中よりもちょっと下ぐらいにいるということで雲割れが懸念されますただ雲の加減がぐぐーっと今日以降下がっていきますまあその分だけ抵抗のライン サポートのラインか。え、これが下がっていくことを意味しています。RA 最後50を割れていますので、やはり下落懸念がすごく強いということを意識しておいた方が僕はいいと考えています。ナスタクも昨日雲ギリギリなんですね。ほんとギリギリなんですけども、今日以降また雲の加減がぐーっと下がっていく過程。で、基準線はありますけども、この辺を割れるリスクが当然高いと。うん今の相場展開を考えればそういうふうに考えられるかなと思います。マザーズに関しましては、 先ほど見た通り、ダブルボトムのネックラインを割れているんですよね。えー、なので、まあ、これがどう機能するのか。下には基準線や雲の加減というものがありますので、これがサポートとして効くか、効かなければ、ここの底根を割れてしまうともう完全にもアウトみたいな感じですかね。r さえ5 0割れていますので、下落懸念が今は強まっているというふうに考えておきましょう。ニューヨークダウです。ニューヨークダウも残念ながら雲がサポートすることができず、雲の中に入り込んでいる。基準線や雲の加減あたりまでの下げというのは確保しておいた方が良さそうです。RSI も50割れています。 のでこれは少しし弱気に考えておきましょう、S、ですねこれも同じです。雲の中に入り込んでいる。基準線の近くにいるので、基準線がサポートになってくれれば、まだいいんですが、といった感じです。RSI50 割れていますので、やはり弱気に傾いているという風に考えておきましょう。ナスタックです。ナスタックは基準線を割れ、雲の下限の近くにいるということです。雲を割れてしまうと、これは雲が抵抗に変わってしまうということなので、気をつけておきましょう。最後、ラッセルです。ラッセルは完全に雲を割れている。RSI も50を下回っているということですから、雲が低に 抵抗になってしまうことここを意識して、えー、押さえておいてください、えー、地高スパンがですね実はこれ雲 あの、株価を今超えてる水準ではあるんですね。えー、ただ、まあ、この辺の揉み合いの水準ですから、まあ、よりネガティブになったっていう風に見ておいた方が無難かなという風に思います。では今日の動画のまとめです。日本株下落。金曜日、金利高の影響を受けるということですね。米株下落。金利高続き、ハイテク中心に下落ということです。金曜日の影響を受けたのが日本株。で、さらに、えー、金利が高くなって、米株が下落した。まあ、そんな流れです。えー、ラッセル2000が一目均衡表、曇れ。これを気にしたのがスタートでした。で、止まらぬ金利高ということですね。 的インフレ懸念に移ったのかなと時間軸が少し後ろにずれたのかななんていう風に思いますで、それで日銀差し値オペが続くと悪い円安の懸念っていうのがねまあ、日本株にも出てくるんじゃないかということでお伝えをさせていただきました日経平均トピックス雲の下限下ずれに注意ということでサポートラインが下にずれちゃうことはちょっと怖いなという風に感じましたナスダックの雲は維持されるのかここも本当に次の注目点ですよねあとはラッセルの安値割れが本当に起こってしまうのかどうかぜひご注目いただければと思いますでは今日もお 4月30日に本を出します。1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資。とってもいい内容になりましたので、ぜひ Amazon でね、詳細確認してみてください。こちらの QR コードもしくは概要欄の方にリンクがございますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。また毎週金曜日には、個別銘柄をとことん分析するマガジン。この本の中にもね、どんな風にやってるよっていうのが書いてあるんですが、今週はリミックスポイントというね、結構リスクの高い株ではあるんですが、すごい利益が増えているので、なぜなのかっていうところを確認してください。 よろしくお願いします。あとは毎朝5時に温泉番組配信しております。こちらもぜひチェックしてみてください。では今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。今日の中でも何か参考になりましたらグッドボタン、また明日以降もテクニカル分析続けていきます。明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。